13は、はい、固めで、はい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 、でちょっとラバー自体の重さもあるので私はどちらかというと結構パワーで、あーでとか回転とか、はい、そっちを重視するタイプだし自分のボールを作る、はい、はい、結構振りますもんね作るタイプなので、はい、パワーで押せる人にはある53がいいのかなって、あでもかといって別にカウンターやりにくいとか、はい、そういうのはあんま思わなくて、はい、逆に自分の力だとカウンターも入れやすいぐらいの硬さだったっていうのが、はい、R53 選んだ理由、あ、はい、で逆に、はい、R48 は、まあ、私みたいにか細くない人それはいとは言えないですね本当に細い、はい、細い人、はい、僕っすか僕も R53 が本当はいいんですよ。僕の感覚としてはやっぱり飛びすぎたんですよ。で僕は結構食い込まして打つタイプだから、うんうんうん、こう食い込まして飛ばす、食い込まして回転かけるとか、あとそのサーブの時でも結構食い込ましてかけるんですよ、うんうん、だからガツって当てるよりも食い込ませるっていうのを優先した時に R48 の方がトータルで見た時に使いやすくて、でも一撃の威力は坊さんの方がやっぱいいんですよ。その逆に松田さんと違って軽いラケットの方が良かったから、うん、R48 の方が多少軽かったんで、まあ、そういう理由で選んだんで、そう何でもやりやすいけど、まあ、ただ一撃の威力とか出したかったらやっぱこっちの方が、ね、こっちの方が、はい、誰でも最初から使いやすい、はい、あ、はいはいはい、コントロールが効くっていう面だったら絶対こっち48をおすすめします、はい、私は面とかも使うんでコントロールに関しては別に下げでやる、そこでカバーできるかなって思ったので、はい、R48 を使うと安定感あるんで多分台にはすごい収まるんですけど、逆にこっちの方がすごい深くいく、 R53 の方が力ない人でも深くいくのかなっていうのはあって、はい、逆に本当にもともとすごい振り回して収まりオーバーミスが明らか多い人はある、あ、僕ですね私あんまオーバーミスしないタイプ、僕基本的にパーンとかしてるので、はい、それは思います。あ、そっちの方が R48の方がいいんじゃない、はい、まあ、もし気になってる人は、はい、まあ、どっちのタイプに当たるかで、はい、まあ、選んでもらったらいいなっていう感じですか。はい、ありがとうございます、はい